ステージ4。本当にイージーなのか？骨か。骨川先生、骨川先生スタイル。先手必勝スタイル。ダメ、当たっちゃいけないやつ、当たっちゃいけないやつ、危ねえ。ふう。ううん、なんか出てくんのか。うう。骨。骨川先生、こんにちは。あ。中間あるね。あ、怖。はい。よーし、中間取れたのはうまい。で、この辺に降りる。下一応ありますね。ファイヤーが。さあだ。さだまさし。やばいやばいやばい。お、完璧か。ん、倒さなきゃいけないのか。危ね。よいしょ。え、違うの？ということは、ドイツかなの？ドイツかを倒さないといけないの？お前か？違うのか？お前か？うん。これは、ここに行く。おお、鍵。こっちは？まだ戻れますよね。まだ戻れるよ。うわ。さすがにこれ右飛びはないな。とても難しいで。この辺だったよね。オッケー。うぃー、そんなんありかい。もらえねえのかよ。あ、違う、降ってくるスタイルだったか。何回ももらえるんだったら、あいつ壊して。あと一回多分踏めば。倒す。オッケー。右に進みましょう。さあ、ファイヤーマリオ状態で。なんか懐かしいな。マリオワールド思い出すな。はい。あ、やべ、食らった。これ辛い。カオス。さあ、これダメだね。もう、突っ込もう。さだまさし。嘘！危ねえ。いい回避。ひ。バブルがいいバブルじゃないや。パックンがいい仕事するな。大丈夫。なんとかしてみせる。うわぁ、飛び越えて、今。きつい。飛べ、飛んでくれ。頼む。うわ、今だったな。チャンス。オッケー。俺上飛びで多分勝ちだったね。多分そこの上がさっきの上だったもん。うわ、勝ちだったか。まあ4機くらいしかその時から失ってないからいっか。いや、でもちょっともったいない気もするけど、まあいいや。半分超えて67だったらいいよな。よっしゃ、しよう。いやー、とても難しいですね。確かにとても難しいね。簡単にはクリアできない、少なくとも。これもむずそうだな。しゃがんでジャンプしてって感じだろうな。とりあえずこれ乗って乗ったー。じゃあ勢いげ。オッケーオッケーオッケー。うん、なんだこうか。おーしおーし、うー、おーしおーし、オッケー。嘘だろ。うわ、オッケー。危ねえ。で、次ドカン出てきたら勝ちか。こういって、うわ、むついな、これ。こういって、こういって、あー、惜しい。ここ難しいからな。よし、オッケー。ここはジャンプ、オッケー。
はい、2マス2マス2マス1マス、うわよっ、おほ、うわー、1マス1マスむずいな。こっからあれなしでいけるか、いけるな。はいほいほいはい、うわー当たったか。はいはい、もう分かんないから適当。はいはい、よし、まだ続くな。うわ、ちょっと入る。うわ、それは無理。いいか。オッケー。あぶね。よし、ドッスン。入ってすぐ。ゴー。よし、オッケー。終わりであってください。やったー！よっしゃー、クリアー。暖気取られた攻略組。第75ソスカルリーパー並みの難しさだったな。これは難易度高っ。これは100人マリオじゃなくて、あの通常の方でやりたかったコース。いやでもすげえいいコースだな、超楽しかったな。54期か。クッパ親子のトゲコンボと鍵ドアの塩、みんなやっぱアップデート後のあれが半端ないっすね。あ、鍵がありますね。あ、ファイヤーもあんな。おお。あ、乗っちゃったか。ファイヤー取りに行きたかったのにな。ははっ。ワンワン落つ。仕事しすぎでしょ。あ、取れなくはないだろ。よし、オッケー。出てこい。いいのか。でそこに降りて、おおお、今度お前こっちかよ。あ、でそっち行くのか。あぶね、あぶね、うわ、あぶね。うん、いいですね、いいですね。全部コイン取んなきゃいけないんだね。うわ、平断していいの。相当被弾していいことになるよね。うわ、2回被弾していいってことか。ここに戻ってここで待機。おお、ずれてきた。ここに1回帰って、あとどこだ、あれか、降りといて下がってたらこう、いや、戻る。よーし、先進めました。鼻にトゲ当たってますけど、やば、食らうのか。なになに、なにこれ。あ、そういうことか。あぶね、あぶね、あぶね。食らいまくったな。おっと、
キノコ類がないかを確認してます。なさそうだね。ですね。ごめん。こんだけ。壊していいのか本当に。うわ、強制的に壊せた。怖っ、先進むのやだな。おっと、中間も倒る。じゃあこっちでいいんだ。あのドアは何だったんだ。どういうこと。 OK。 お、なんかゴール近くね。これはまずいな。積んだか。あー、食らったか。どうしよう、きついな。これかわせるかな。優だな。あとどれくらい。 OK、 ダブル撃破。食らった食らった。う、まずいんじゃね。ほらあ、オッケー、よかった、クリアできた。イエーイ、イエーイ、クリアできました。じゃあ今回はこれで終わりましょう。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。